はいスタートですねスタートなんですけども、ここは内枠の三者がまずは取りにねスタート合戦なんですけども、1番の小原選手ですね、茨城の小原選手がまずスタートを取りに行きましたね、そしてその次、2番の伏見選手、やはり内枠の三者ですね、どのラインも取りに行ったわけなんですけども、ここは1番の小原選手が取ったということで、関東ラインが前ですね。そそしての後ろに えー、石川選手5番が、えー、上昇してくるわけなんですけれども、来ましたよはいこあ、えー 1, ね、1番5番、はい、そして8番の山下選手がこのあと、えー、上昇してきます、えー、そしてその後ろ、伏見選手がいますので、えー、小原丈一郎選手、そして荻原選手ですね。えー 中断ということです、ね、最後方に永井選手、永井清文選手が位置していますので、三宅選手、古城選手というラインですね、この3人なんですけれども3、3つのラインなんですけれども、やはり積極的に主導権を取っていこうとしているのは、やはり2番の伏見選手、そして荻原選手、荻原選手も。 S, S 級で、ねまあ、先行まくりの選手でしたから伏見選手も、えー、このグランプリを、ね、取っている選手ですし g 1も5回優勝している、えー、大選手ですので、ねまあ、小原選手としたら、まあ、主導権を取ってしっかりと、えー、ラインを引き連れていきたいというところですよねあとは最近、えー、非常に調子が良くなってきた小原選手、正選手ですね一番,車一番車も、えー、前を受けて、えー、後ろから長井選手が抑えてきたところを、えー、引いて、えー、かましまくりの、えー 展開だと思いますね、えーで。ですけどもやはり後方から永井選手がね4番が抑えて、えー、まずレースを崩していかないといけませんよね残り2周の赤ば、えー、少し手前から永井、えー、選手が抑えてきました、えー、北京オリンピックの、えー、銅メダリストですよね。えー、ここはしっかりと、えー、まずは蓋をして中段で小原選手を蓋をして。 えー、出ていくわけなんですけれども、まあ、ここで小原選手はもう、行く気満々ですよね、うんえー、中段が一、えー、番の小原選手ですので、まあ、ここは外並走になってしまいます、打損で、えー、伏見選手、荻、えー、原選手を連れて東北勢、ここは主導権ですね、えー、そして、う、えー、まあ、上手かったというかね、ここは遅れないように車輪をかけてるうちから中段取りにいきましたね、外並走です、小原選手、一番車、うまいですよね、中段取りがね、外並走になっても遅れずに踏んでいますね。えー 単独で4番手に入りました。石川雅宗選手がその後ろで平走になってます。ね。えここ結構ね外厳しいんですよね。内側内側に4番に当たりながら結構ね外平走だったんですけども、まここをまくりに行く小原選手についていきながらなんですけども、その勢いをもらって中が開きましたから、本当スポットをねはまった感じで。 え直線に一気に抜けましたね。伏見選手も外踏んでいましたので、まあ、結構このコースというのはね、うん、え石川選手も、えー、ナイスなタイミングだったと思いますね。はい、えー、石川選手解消でしたね。はい。